お願いがあります。皆さんにはこれまでもたびたびご迷惑をおかけしましたが、さらにご迷惑をおかけしたいと思います。こうなったら書き捨てです。迷惑なんてそんな。急いである素材を取ってきてほしいんです。どうしてそんなに急いでいるのですか？すいません、依頼主との約束でまだ言えないんです。でもどうしても必要なものなんです。お願いします。わかった、できるだけ早く持ってくるよ。あんたがそんなに悩むなんて珍しいな。一体どうしたんだ？ん？ああ、君たちか。実はな、なぜか実験がうまくいかないんだ。せっかく君たちが取ってきてくれた素材を無駄にしてしまった気がする。スランプってこと？スランプ？そうか、これが世に言うスランプというやつか。うん。まあ誰にでも起こることだからさ、あんまり気にしない方がいい。そうそう、深く考えても悪くなるだけだからさ。しばらくスランプでいるのも悪くない。お前さんたちが寄付してくれたおかげで劇場を拡張できたぞ。皆様の日頃のご愛顧に感謝してサービスの幅を増やそうかの。おっと、お前さん方への特別ご優待はしまいじゃ。まあ割引くらいはしてやろうかな。この施設に足りないのはあれだな。やはりシャルディアさんもそう思われますか？慢性的な肩こりに悩まされている私としては強く設置を希望するね。大賛成です。座っているだけというのも辛いものがあって。そしてその時にはぜひともこのオイルの効能を実験試してほしい。それは考えさせてください。ちょうどいいところに来たな。この薬を劇場の支配人に届けてくれ。支配人さん、どこか悪いんですか？そう心配することはない。需要競争、その他もろもろといったところか。あれ以上元気になられても困る気もするんだがな。ま、頼んだぞ。良いところに来たわい。ちょうど新しい曲ができたところだ。聞いてみるかね。本当？行きましょう、リボお姉ちゃん。そうですね。